寄せ、浅草演芸ホール、江戸落語は、江戸時代に始まる古典落語のうち、江戸を中心に演じられる落語、およびその演目、東京落語。17世紀後半のカノブザイモンに始まる江戸の落語は、18世紀後半のガラステ演縁場の話い話を経て、3、笑い亭コーラによって、寄せ芸能として確立されたと言われる。その後、 水野忠邦の天保の改革に伴う後期縮政策によって大打撃を受けたが幕末には再び復興し明治時代に現れた三遊亭窓川里三代目柳屋古さんらによって大成された。江戸落語はいわゆる江戸っ子の気風を反映して派手な演出を極力廃止手拭いとセンスのみで多したような表現を行う素晴らしの あっさりとした味わいをその大きな特徴としている。なお、いわゆる人情話は、江戸落語特有の演目ジャンルである。落語は当初、落とし話といって、オちのある滑稽なものを指し、江戸時代前期に、辻や寺社の一角、座敷等で人々を集めて話を聞かせたのが落語家の始まりとされている。京都では、ロのゴロベが、大阪で、米沢彦八が現れて、 大道で人気を博した頃、江戸では大阪出身で主職人だった、かの部ざえもが芝居小屋や風呂屋、あるいは主演など様々な屋敷に招かれて演じる、座敷話を始めて評判となった。鹿の巻きより、主演で落とし話を演じる、かの部ざえもん上を3年、部ざえもの表した話本、鹿の巻きが刊行された。 ゴロベーやヒコハチの話本に比べ1話1話が長く、内容も込み入ったものとなっており、これが江戸落語の基礎となったと言われている。また、時期をほぼ同じくして3都で活躍した、この3名はいずれも不特定多数の観客から収入を得ていることから、話科の外されており、江戸時代における第一次落語ブームの火付け役となった。ところが、 不在門が些細なことから連座して、元禄年間に伊豆大島に流罪に処せられたことから、江戸の座敷話人気は一旦下火となってしまった。ただ、法暦から明和にかけては、長人層における学習熱の高まりから、中国起源の昭和の訓読ブームが起こり、明和から安永にかけては、かの子持ち、聞き上手といった、前代よりも洗練の度を増した話本が刊行されて、 庶民の娯楽としての落語の成立に大きな影響を与えた。天明から完成年間にかけて、江戸では再び落語の流行が見られた。大工職人を本業としながらも、飲み金こと墨金の共鳴を持つ教科師でもあり、また下作者としても活躍したカラステーエンバは、天明6年4月12日、江戸向島の料亭、武蔵屋で新作落とし話の会を主催して、 好評を博した。これは、エンバらが、教科の会の合間、気分転換のため互いに話を披露し合っていたものを、発展させたものであり、大田南方や明ら観光も参加した。その後、エンバの話の会は、料理屋の2階などを会場として、定期的に開かれるようになり、下作者さん東京電屋式亭三場、浮世絵師の歌川報告、歌舞伎役者の五代目、 一川段十郎といった早々たる面々、またコーラ、炎上、無楽、断章など後に職業落語家となる人々も参加した。完成4年以降は、突始めと称して、正月21日を定例会催日とし、会は年中行事の一部となった。また、縁場宅で月例会も開かれるようになり、一層活況を呈した。馬の会は年以上続き、 カラステイエンバはこれにより、江戸落語中高の祖と称される。完成に入ると、すでに大都市となった江戸では、浄瑠璃や小歌、軍書読み、説教などが流行し、聴衆を集めて、席料を取るようになった。これは、寄せ場、寄せと称され、現在の寄せの原型となった。完成三年に、大阪出身の岡本万作が、江戸神田に寄せの看板を掲げて、江戸で、 初めてとなる寄せ工業を行い、寄せ色物の講師となった。万作はまた完成10年に、神田都島町の藁店という店で、富作軽口は、なしを演じたと言われている。お年話の分野では、完成10年6月、江戸枠町の串職人だった山清定花楽が、下屋の下屋稲荷神社で寄せを開いた。この時の工業は、演目がすぐに尽きてしまい、 わずか5日間で看板を下ろしてしまったが、各地を巡業して、修行を重ね、2年後、3、笑い亭コーラに名を改め、再び寄せで落とし話を披露した。花学改めコーラは、和芸を本職とする江戸における、話家の第一号であった。従来の落とし話の会は、祖人衆が当日限りで、料理屋や貸し席を借りて模様すものだったのが、一定の期間。 特定の場所で代金を徴収して、工業を行う落語寄せに進化していったのである。コーラの寄せ工業では、謎解きや、客が出した三つの言葉を話の中にすべて、登場させて一席にまとめる、三代話、さらに先行が一分燃え尽きる間に、即興で短い落とし話を演じる、一分先行、即席話など趣向を凝らした、名人芸で人気を得た。また、 多数の優秀な門人を育成し、その一部はコーラ十明と称された。完成末年を境として、文人趣味の現れ、ないし限られた上流の人々を対象とする、座敷話の性格の濃かった江戸落語が庶民と、直結した職業的な寄せ話に成長し、コーラは、名実ともに江戸落語界の第一人者となった。19世紀前の文化、文政年間には、 娯楽としての江戸落語が流星を極めた。気有商欄によれば、文化12年の頃、江戸の寄せは75件であったが、その10年後の文政末期には、江戸に125件もの寄せがあったと言われる。庶民の娯楽生活の中で、寄せの占める割合は、確実に高まってきたことが伺われる。そうした中、花形落語家として後世に名を残す名人が、何人か現れた。 役者の身振りを真似るのが得意だった。初代、三遊亭演唱は、鳴り物を入れて、芝居係となる芝居話を始めた。また、武士出身で、浄瑠璃音楽の一つ、時和の太夫となった初代三遊亭大木橋は、落語に転身した後も浄瑠璃のいろいろな、不死鳥を語り分けるのが巧みなところから、音曲話を始めた。さらに、初代、林家昭蔵は、 仕掛けや人形を用いる階段話をはじめ、階段の肖像と称されて、人気を博した。演奏、大木橋、肖像はいずれも、上述の初代コーラの弟子であった経歴を有しており、彼ら自身もまた多数の門人を育てた。同じコーラ門下で、コーラ十明の一人と言われる、初代浅根、坊村ムは、豚祭よりも、人情の表現に優れ、人情話を初めて演じ、 人情を続き話の祖と言われた。この時期にはまた、現代では、色物と言われる各種の演芸も、盛んになった。音曲を得意とした、初代、扇橋の弟子であった、都と一望戦下は、三味線を弾きながら、ド,ドイツを歌い、人気を博した。また、甲羅門下の三、笑い定下上は、様々な表情を描いた目の部分だけの仮面をかけて、人物を描き分ける。 百0万という芸を披露した。甲羅文化の人々の帝号には、名跡が絶えてしまったものもあるが、曲折を経ながらも、今日まで、系統の守られているものも少なくなく、また、三遊亭演唱の三遊派からは、金原亭、芝、三章亭、船遊亭、扇橋からはレレティン、春風亭、竜亭、柳屋などが分かれた。これは、明治時代の柳。 三遊の二敗体制へとつながっている。完成から文政にわたって、長らく流星を誇った江戸落語であったが、水野忠国による天保の改革の一環として、風俗取締令が発せられたことによって、大打撃を受けた。幕府は、寄せで、女上瑠りが行われていることなどを問題視し、天保十三年二月、由緒ある十五件以外の寄せを禁止し、寄せで興行して良いのは、 神道公爵神学、軍書公爵昔話だけとした。これにより、200件以上に増加していた、江戸の寄せは一挙に15件に激減した。しかし、水の失脚後は、禁令が緩み、開国期に当たる安政年間には、江戸市中の寄せは170件に及んでいる。寄せ工業が許されたのは依然として、蒸気の4種類のみであったが、実際のところ、 明治期に実業家として活躍した鹿島万病への改装によれば、幕末の寄せは江戸の各所にあって、公爵の定石あり、落語及び色物と書へ、音曲、八人芸、足芸、手品、写し絵、男及び女木だゆう、新内説、手踊り、芝居話など多様な芸能が行われていたと証言されており、近麗は、 必ずしも厳守されていなかったことを物語っている。一方、寄せが専業化して、常時工業がなされるようになると、そこでは、様々な慣習が生まれていった。店舗から加営にかけて、15日工業や前座、新内の身分性が定着し、続きもの人情話の鳥が取れなければ、新内に昇進できないという不分率も生じている。 1868年の明治維新によって、寄せの世界にも近代化の波が押し寄せることとなった。初代、三遊亭窓課長天保以降、寄せ芸能は上述の四行に制限されたが、明治新政府も当初その方針を踏襲し、明治2年10月、東京府によって、モノマネや音楽、歌舞伎の所作の真似などをしないよう布告されている。明治5年10月には、 寄せの新規免許には2円、また寄せ1件につき、毎月50銭ずつを納めることを義務付けた。1876年4月、東京府県知事、楠本正隆の名で、諸芸人に対し観察を発行し、付近を課すことが当局より布告された。これにより、芸界の統一も不可欠となり、芸人仲間のうちで人望と実力のある、三遊亭窓川朝、三代目霊霊亭、 柳橋、六代目、桂文治の三人が頭取りとして選ばれ、彼らが交代で月番で責任を負うシステムが作られた。記録によれば、付近は上等の落語川月五十銭、下等の落語川月十五銭であったという。ちなみに、1877年頃の寄席の木戸税には、通常では二千五輪、円安が出演する場合は五千であった。 くじ売りの禁止や卑猥な演目の制限、深夜営業の禁止など警察による寄せの取り締まりも徐々に厳しくなり、口座は健全化されていった。幕末から明治にかけて、落語界では不正室の名人として称えられる、三遊亭窓川佐が活躍し、神経重ねが淵、塩原助一大記などの創作話やヨーロッパの、説話に題材を得た、死神など、 多くの話を世に表した。同時期に日本語での速記法が実用化され、これを活かして、円朝の講座を書き記した速記本は、当時の文学、特に原文一致の文章の成立に大きな影響を与えている。円朝はまた弟子の教育にも力を入れ、円朝四天皇を、はじめ多くの優れた落語家を輩出した。江戸落語は、こうして明治になって、 一応の完成を見た。なお、1881年段階で、東京市には149件の寄せがあり、落語家は362人いたという記録がある。落語人名官西南戦争後、薩長藩伐政府が政権の地方を固めて、地方人種がこぞって東京を目指すようになると、寄席園芸も変容し、江戸以来のしっとりとした、 人情話よりもむしろ手っ取り早く、笑いを取る芸がもてはやされるようになり、明治十年代の中頃には、捨ててこの園友、ラッパの園太郎、ヘラヘラの一万立花、鎌堀の男子の、俗に、鎮芸四天王と称される芸人が人気を博した。中でも園友は、鎮芸のみならず従来の話を統制風に、改作する巧妙さでも知られ、絶大な人気を獲得した。 遠遊の改作として知られるのが、野ざらし、船徳、誉れの奉還であり、それぞれいずれも本来の作品をより大きな、滑稽話に仕上げた。明治10年代の終わり頃から、東京の落語会は、柳派と三遊派に分かれ、互いに競い合う体制となった。柳派は、初代、竜亭燕名だ。三遊派は、三遊亭窓川さんによって建て直され、芸風。 悲いきしゅうとことごとに対抗した。それぞれの芸風は、流因拠に三遊若旦なと形容され、柳葉遮脱で洗練された芸を心情とするのに、対し、三遊派が派手で,で明るい芸風を持ち味とした。なお、上述の縁友と、ほぼ同時期に活躍したのが、柳葉から現れた二代目、柳谷さんであり、やはり滑稽話を得意とした。しばしば、演友。 古参と並び称され、明治20年代から30年代にかけて一世を風靡し、この二人が従来の連続の人情話ではなく一石物の落とし話で寄せの鳥を取る先駆けとなったと言われている。三遊亭窓課長門家町文科の裁判年の三遊亭一朝1928年頃、六代目三遊亭炎章と花婦人1903年には初めて落語の レコード録音がなされた。即記本とレコード落語のルフは、気軽に寄せに通えない人々が気軽に落語を楽しむことを可能にし、地方への江戸落語の普及を可能にした。その一方で、情報落語との交流も進み、今日の古典落語が確立された。1925年には、ラジオ放送が始まり、ラジオから落語が流れるようになって1950年代には、 ラジオ落語ブームが起こった。1953年にはテレビ放送が始まり、1960年代には落語ブームが起こるが、これはテレビ演芸ブームによってもたらされたものであった。それ以降も CD や DVD、インターネットなどメディアの発達は目覚ましいが、江戸落語はそれに対応しながら根強い人気を保ち続けている。喜劇役者に転じた。 柳谷金五郎戦後ラジオで人気になった三代目、三遊亭金馬情報落語は、屋外で盛んに人が出る、夕みの場や神社仏閣の境内に、吉津の囲いを作り、道行く、人々の足を止め、笑い声で招き入れたのが、始まりと言われており、大道芸としての伝統を持つところから、三味線や鳴り物が入る、はめ物入りの落語が多くあり、派手で陽気な演出がなされるのに対し、 江戸落語は、華やかさよりも渋さを好む傾向があり、また、江戸幕府が音楽を厳しく統制したところから、いわゆる、素晴らしが中心となっている。また、江戸は、座敷芸の伝統がより濃厚であったところから、菊木で集まった聴衆を相手にしており、起伏に富んだ話がやれるという側面もある。なお、髪型で用いられる剣来、膝院、小病師は、江戸では、通常用いられない。 江戸落語の語りは通常江戸弁が用いられ、特に下町の長屋物などはいわゆる下町言葉でセリフが発せられる。舞台が江戸近郊である場合や登場人物が武士の場合は、それに応じた言葉遣いがなされるが、田舎者臭さ、お武家らしさを出すために過度に誇張されることが多い。明治以降、特に三代目、柳屋子さんらによって、 数多くの情報落語の演目が東京に移植されたが、舞台となる地名などは、江戸市中及びその周辺に置き換えられることが多い。落とし話と並んで、江戸落語の軸をなすのが、人情話である。ボタン道路、文七元血、神経重ねが淵、八五郎出世などは近年までもっぱら江戸でのみ、演じられてきた演目である。また、三軒長屋、黄金文字、 大工調べ、佃祭り、よかちょろ、五人回し、火炎太鼓、品川新中、目黒の三馬なども、江戸ならではの演目と言って良い。古典落語には、上方から江戸に移植されたものばかりではなく、その逆もあり、同じ筋立てでも演題が異なる場合や、同じ演題でも、饅、ま、頭怖いのように東西で内容が異なる場合がある。以下に、演目の東西交流の事例を掲げる。 なお、上方から江戸へ導入されたものに、演者の出林がある。それ以前の江戸落語では太鼓のみが演じられたものが、上方から寄せ林として、三味線が採用されたのである。常実のように、江戸落語には、上方から伝えられた演目が非常に多いが、東西人士の気風の相違が演出の相違となって、現れることがあり、概して江戸よりも上方の方が笑いをストレートに、 追求するるる傾向があると言われる例えば、貧乏長屋の住人が花見に出かける話を、上方では、貧乏花見、江戸では、長屋の花見で、筋立ては似ているが、貧乏花見の方は、貧乏のどこが悪いのかという開きの折に似た、バイタリティを聴衆に感じさせるのに対し、長屋の花見の方は、貧乏を知っていても花見をする風流心が、大切だというような教訓を、 多少織り混ぜながら、軽めの滑稽話に仕上げることが多い。落語の登場人物は類型化、記号化されており、演目は異なってもしばしば同じ名前で登場するため、名前や職業を聞いただけで、ある程度はその人物が、どのような性格で、どのような行動をとるか察しがつくケースが多い。江戸落語の演目には、まぐち尺、奥行き二軒の裏長屋を舞台とするものが多く、 その場合の登場人物は、八ちゃん、熊さん、与太郎などである。長屋話では、貧しいながらも日々の生活を楽しみ、助け合って地に足をつけて生きていた庶民の姿が、うかがわれる。江戸は、大名屋敷の多い政治都市で、商業の盛んな土地柄でもあったところから、武家も少なからず登場し、お店話も多い。他に、宝冠の十八、小物屋の見棒。 ノリアのりやのばあさんなどは、江戸落語における魅力的な脇役キャラクターと言ってよい。かつて百内市に百を越すと言われた、江戸の寄せも現在は、以下の四席を落語定席として、残すだけとなっている。なお、以下四席は不動産会社の長谷商事が運営する、貸し席である。江戸落語界には、前座、二つ目、新内と上がっていく三段階の昇進制度がある。これは、 江戸時代の天皇以降に成立した身分制度に由来する。なお、情報落語では、大正時代に新内制度が廃止され、以降、何度か復活の意見、試みはあるものの復活するに至っていない。ありがとうございます。